今日はソニック・ザ・ヘッジホッグのバスボールをご紹介したいと思います。では早速パッケージの方からご紹介したいと思います。まずですね、ここには大きくソニックのかっこいいロゴが入っています。英語でバスボールって書いてありますね。さすがソニックです。そして右側の方にはソニックのかっこいい絵が入っています。でこちらにはクールな立体マスコット入りという形で、5人のキャラクターが入ってますね。ソニックとテールスとエミーとナックルズと、あとここシャドウが入っています。これは全部キュートソニックの絵ですね。で気になる香りの方ですけれども、あ、ここに入ってますね。見えるかな、ミントの香り。おお、さすがですね。ソニックはクールですからね、クールなミントの香りぴったりですね。じゃあ裏側の方も見てみましょう。これをお風呂の中に入れると、かわいいちっちゃいソニックの絵が入ってる、見えますかね。おー、かわいいです。じゃあ早速こちらの方開けて水の中に入れてみたいと思います。ここに切り込み線があるので勢いよく開けてみたいと思います。お、ブルーの玉が出てきました。すっごいいい匂いがする。ちょっと早速入れてみたいと思います。じゃん。実はですね、特別に京急セガトレインのマグカップを用意しました。こちらのツイッターキャンペーンで差し上げたものなんですけれども、ここにヘッドマークのソニックとぷよぷよが入っていて、ここに京急セガトレイン の、 デザインが入ってますね。ぐるーっとここにもソニックいて、ぷよぷよいて、そして裏はなんとじゃん、大通りの駅看板、コラボしたデザインになってます。早速入れてみたいと思います。入れちゃうぞー、ドボン。あわあわだー、すごーい。ちょっとここは勢いよく全部入れちゃうぞ。よいしょ。じゃあ今日は全部で5個用意したので全部一気に投入してみたいと思います。うわ、贅沢だな。いきますよ。1個2個、おー、3個4個、これ真ん中に5個目が入ってますからね。うわ、何が出るかな。すごいいい香り。でももしかして見ている方の中にソニックって何っていう方がいるかもしれないので、一応待ってる間にソニックを紹介したいと思います。ソニックはですね、こちらの青いキャラクターなんですけれども、この前25周年を迎えました。背中にトゲトゲがあるんですけれども、うわー、増えてきちゃったよ、すごいな。うわー、ソニック見てよ。あ、ブルーになってしまいました。ありゃ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 、怒られそうだな。まあいいや。じゃん。そしてこちらがソニックの最新作ゲーム、ソニックトゥーンファイヤー&アイスです。任天堂 3DS で好評発売中です。じゃん。ここにファイヤーで溶かせ、アイスで凍らせろと書いてありますけれども、ファイヤースタイルとアイススタイル、2つのスタイルを使い分けて、走っていくアクションゲームになっていますので、ぜひやってみていただければと思います。そして今年の春にはソニックマニアという新しいタイトルも発売予定となっておりますので、こちらの方もぜひお待ちください。と言っている間に、じゃん、バスボール全部溶けました。イエーイ。じゃあ早速開けて見てみましょう。お、じゃあせっかくなので真ん中から早速ソニックが出てきました。かわいい。続いて全部一気に出しちゃおうと。お、じゃーん、あー、ナックルスだー。おー、かわいいなー。じゃあちょっと次々行っちゃおうかな。じゃん、あ、わーい、シャドウだー、シャドウだぞー、かっこいい。そして、お、あ、エミーだー、わーい、ピンクのかわいい子一点。で最後は1個はじゃん、おお、テールス、テールスです。わーい、全種類集まったぞ。ソニックをきれいに拭いてみました。かわいいですね。なんかすごくよくできてる。そしてちゃんと背中のトゲトゲまで再現されてるし、こうね、ちゃんと靴の細かい線までちゃんと色がついてる。次はテールスです。テールスもキュートソニックタイプのテールスで可愛いです。ちゃんと尻尾が2本、ちっちゃいのがついてますね。可愛いな。エミちゃんですね。
おいしょ、くる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 、あ、ここにちゃんとねカチューシャもしてる。そしてスカートも色塗り分けられていてかわいい。次はナックルスです。よいしょよいしょ、見えるかな、ここちゃんと、よいしょよいしょ、靴も綺麗に色塗り分けられてて本当よくできてる。そして最後はシャドウです。こうちゃんとね髪の毛のトゲトゲも綺麗にほら塗り分けられていてよくできてる。本当クオリティ高いですね。これちょっと全部並べてみようかな。並べるとすごく可愛いですね。ちゃんと自立して座るからお家のお好きなところに飾っていただけると思います。キュートソニックというデザインになっていますけれども 3DS のカスタムテーマでも発売していますので、ぜひそちらも確認していただければと思います。こちらのソニック・ザ・ヘッジホッグのバスボールは全国のドン・キホーテとヴィレッジ・ヴァンガードの一部店舗で扱っておりますので、見かけたらぜひ買ってやってみてもらえればと思います。